バーチャルーゲーマーです。薄井って言います。こんにちは。バーチャルーゲーマーの、バッテン VTuber チャンネル。今回は、Twitch スタンプ作成教室です。相変わらず、バーチャルーゲーマー、Twitch チャンネルのスタンプ枠が空いているので、こう、気の利いたものを作っていきます。作っていきますので、その様をご覧ください。まずはテーマです。根本的なところですね。特にTwitchスタンプの場合、チャットで使われるようになるものですので、どんな時に使ってもらうか、という想定のもとに作るのが大事になってきます。世の中に多くある、言葉にしづらいあやふやな概念、それにある時、故障や表現が与えられると、我々は途端にそれを認識し、まるで旧知の友のように、日常的に、その言葉を使いまくったりすることがあります。Twitchのスタンプを作り、使ってもらうことは、そうした現象に似ています。つまり、皆さんが配信をしている最中、密かに存在するお約束や、盛り上がりのポイント、そうしたあやふやなものに形を与え、チャット欄である種の新しい単語として、使ってもらうんですね。あるタイミングで、あるスタンプをパナせばいいと、視聴者に共通認識ができれば、チャットは盛り上がりますし、初見の視聴者からしても、お約束がわかりやすくなり、かつ盛り上がりに紛れて発言できるので、初見視聴者のチャットも、誘いやすくなると思います。多分。ということで、今回バーチャルーゲーマーが、ドット絵にするテーマは、向こう口です。たまにパラパラと、かいつまんで読み直すんですよ。向こう口。その度にさ、思いますよね。かいの顔がいいなって。見てこれ、29巻で、後ろ堂さんににやりと微笑むかい。良すぎる、顔が。マジ無理、コンセプトアートです。さすがに貝そのものは、使えないので。貝めいたバチャイゲで行きましょう。字と目が、一緒だね。やり薄。Twitchスタンプの基準サイズは、28ピクセル四方。対して貝の髪型が、まあ、こうなので、そうしたあたりをどう取り組んでいくかが、当座の問題ですね。構図としては、手牌を両手で押さえて、じと目でこっちを睨み据える、カイバチャイゲ。口元ににやり感を、出していければいいな。という感じ。まず、どこから書いたもんかという、悩みがありますが。とりあえず輪郭から行きましょう。カイの髪型も、麻雀もよくわからないけど。自分の輪郭なら、まあわかるから。わかるところから、書いていくのが重要です。起点さえできれば、あとは流れでなんとかなったりしますからね。メモ書いちゃいましょう。特に後先を考えず、手癖だけでべちゃっと目を置いていきます。口元は、ワンドット左にずらす感じで。会話こんな笑い方、しないけど。あくまでバチャイゲだから。バチャイゲはこういう、舐めた笑い方をする。なんとなくベースはできました。あとは、髪型と手牌ですが。手牌から行きましょう。大変なところは、徹底的に後回しだ。牌の色は、バチャイゲっぽいカラーにします。本体が、黒ずくめになっちゃいますからね。いよいよ髪型です。細かい影とか照りは、後からやりますが。せっかくなので、シルエットの段階からよく見せていきたいものですね。思ったよりもいいな。よくよく考えたら黒を基調としたキャラクターだから。そもそもシルエットが映えるんですね。前髪の奇抜さにばかり、目を奪われていましたが。これから細かい整形と、影付けという段階ですが、随分と、それらしくなってしまいました。気持ち良い形が出来上がった気持ち良さを、最大限尊重しまして。微調整の連発で、仕上げていきましょう。やるぞやるぞ。まずは手牌回りです。日本式麻雀の手牌は、14枚ですが。
あまり厳密にやると、ドット絵として、かえってごちゃついて見えてしまいそうなので。2ドット区切りで、アバウトに灰を分けます。パッと見で綺麗に見えれば、まあいいと思います。顔周りの影の付け方、悩みどころです。灰は黒と白が、印象的なキャラクターなので。グレーをうまく使って、その雰囲気を再現していきたくもあります。ただまあ、影色にグレーをうまく使うの、難しいんだな、これが。ああでもない、こうでもないと。細かい修正を重ねます。こういうの、旗から見ると、どうでもよかったりするんですが。実際、1ドットを塗るか塗らないかで延々迷うような場面は、結構あります。気楽に行きましょう。前髪をやっていきます。厳密な再現は、しようとすればするほど、このサイズだとえらいことになりそう。なので、雰囲気だけをかいつまんで、こう、くるっとした感じの模様を。模様同士があまり繋がらないよう配置。これでなんとか、なるといいですね。案外、なったのではないでしょうか。おおむねできたので、あとは違和感をなくす作業です。目元の影は、やっぱりグレーだとぼんやりするので、二分目の茶色で対応。縁をグレーで手を打ちましょう。貝がこんな、可愛い目つきをするわけないだろ。こっちの方がいいですね。バチャイゲと貝の、中間くらいって感じで。あとはまあ、ダークモードとライトモードの両方で綺麗に見えるよう、白で縁取って。輪郭の気になるところを、ちゃちゃちゃっと直しましたら。完成です。いい形に、収まったのではないでしょうか。こちらの、スタンプはですね。まあ。バーチャルeゲーマーが、麻雀している時にでも、使ったらいいんじゃないでしょうか。わかんないけど。サブスクすると使えます。よろしくねー。